一方でその体育科を備えた公立の高校って公立の高校というのは非常に少ないですよね。で、まあ、その中でその大阪市立の桜宮高校もこういう状況になって、そうすると例えばそのじゃあ進学に行けばいいじゃないかというと経済的にそうはいかないケースもあります。そういった場合で、まあ、例えば府の方にもね、そういった体育科を備えるような高校とかあると思うんですけども、そのあたりの手当みたいなものっていうのは何か考えてあるんでしょうか。いや、松井知事が大阪府の教育委員会の方に定員増を申し要請してくれてるみたいですけどもね。ただそれはまた教育委員会の方がなんじゃらかんじゃらできない理由を言ってますけども、私学なんてこういう時にはすぐ対応するわけですよ。そんなのは結局公立ってのはこういうことなんです。倒産のリスクがないから自分たちの事情を考えてあれができませんこれができませんって言いますけどもね、私立なんかだったら吸収するじゃないですか。そんなのそれから体育科体育科って言いますけども、普通科の方でも門戸を開いてね、体育科の入社止めますけども、体育科自体は在校生のために存続するわけですよ。そしたらね、いくらでも対処方法はあるだろうし、もっとそこは考えなきゃいけないですよ。だからこういう事態があった時に、じゃあ子どもたちの夢を叶えるためにどうしたらいいのか、子どもたちは、じゃあ子どもたちはなぜ桜の宮のね、体育科に入るのか。もしクラブ活動で全国大会目指したいって言うんだったらそこを止めるのが校長の役割ですよ。変えるんですから、クラブ活動のあり方を。だから今までのように桜宮高校のクラブに入って全国大会目指すとかね、そういう考え方をもし生徒が持って体育館に入るんだったらそれは違うよってことを言うのが校長の責任ですよ。何ですかこの校長は、それ入賞やれって自分たちがやること何もやらずにね、ことの本質ことの重大性も分からずにね、こんな緊急用語なんかやってる校長なんて大阪市にいりませんね。そんなのはね、今やらなきゃいけないのはなんでこういう問題が起きたのか、桜宮高校のクラブ活動は変わりますよと、そういうことも生徒に伝えて、それでもなお体育科なのかっていうところですよね。それでもなお体育科っていうことであればね、それは体育科それは結構ですけども、そういう意味での体育科であればそれは普通科に入ったってね十分ですよ。それだって体育科でやってることって言ったらスポーツ健康なんとかっていうのは特別なカリキュラーもあるかも分かりませんが、体育科自体ではそこでは普通のバレーやら何やらっていうものを保健体育の授業としてやってるっていうのが体育科なわけですから、まあ、普通科に入って、まあ、それは実態解明が起きるまで、実態解明がちゃんと行われるまでは普通科でやるのかどうするのか、まあ他の府立の方の目指すのかで、府立の高校だってこういう事態が生じたんですから、みんな大阪上げてね、定員増とかそういうこともできない理由ばっかり上げるんじゃなくてやらなきゃいけないですよ。